型、型は空手の原点である。空手における最も基本的な立ち方、騎馬立ちのみで演武され、下半身の鍛錬を目的とする。この技は中段突きを手甲で横に払い受け、手を掴んで手繰り込んで決める。騎馬立ちは故船越王先生の最も得意としたところである。かつて沖縄で暴風雨の時、屋根に上がって雨戸を持ち、風に立ち向かって自分を試されたと言い伝えられている。この技は中段突きを直ちに添え手で受け替え、鉛筆で攻撃する。中段突きを前腕で交互に受け、そのリズムに乗って攻撃する。空手は武道である。激しい体育であるとともに、人格錬磨の厳しい修行の道である。型はその道を極める根源になる。十手は手首の技の鍛錬を主として、力の集約に重きを置いている。十手受けは中段突きをやや体をかわして手甲で叩き落とし、同時にそのリズムに乗って攻撃する。この手は棒の出足を抑え込んで
両手の振り替えでねじり取る。中段突きを受けると同時に体をひねり両手で受け替え、相手を手繰り寄せて側頭蹴込みで攻撃する。中国の名手クーシャンクーが沖縄にもたらしたといわれる型である。上段連突きを払い、手繰り寄せ飛び込んで裏拳を顔面に加える。慶応義塾の歴史は100年を超えた。今から50年前、1924年9月、ドイツ語教授であった粕谷真洋教授は、若くして沖縄にあって空手の集大成に活躍していた船越義珍先生を塾に招聘し、三田の学内に学生を集めて空手研究会を開いた。それから50年の歳月が流れた。
球団突きを体をかわし、たもとを絞るようにして右脇からで逆手を取り、相手の気をつき攻撃に入る。球団突きを手のひらで受け、直ちに反対方向に受け替える。上段突きを十字受けし、弾きながら顔面を裏剣攻撃し、中段突きも払い、再び顔面に攻撃する。側面の顔面攻撃を手繰る。型の前半は正、後半は動。いわば緩急自在である。呼吸法を主眼とする。中段突きを裏剣にて攻撃する。
相手に取られた手で相手の引く力に沿って攻撃の間を詰めていく。手を外すと同時に毛足で攻撃。相手を追い詰め、上段突きも受けてとどめを刺す。中段突きを手を添えて引っ掛ける。引くと同時に蹴上げる。上段より振りかざす棒に対し、棒の線を斜めに外すと同時に棒を掴んで相手の逆手に出る。大正13年、空手研究会の道場はグランド隅のカンテラ小屋が建てられた。第1回の演武会は稲荷山の日本最初の演説館で行われた。5周年記念大会、8周年を迎えて研究会は正式に体育会空手部として承認され、粕谷教授と船越師範の友情は長く部を支えた。
球団突き打ち寄せながら引き捨てて攻撃し、間に入って服を取る。
相手の蹴り足の伸びきったところで引くようにして足の逆を取る。この技は上段受けと同時に前方を斜めに身を切る前に鞭皮で顔面を攻撃する。手甲で突きを払い、同時に流れに乗って抜き手で攻撃する。三鎮は流派によっては立ち方の基本である。力の強弱、呼吸法、運足の基本型の一つである。
手首の回転を利用して受け、両手で攻撃する間合いの近い技である。上段連突きを、もろ手を交互に突きに沿って受けながら、前方に入り込み攻撃する。手甲で上段突きを受けて、三日月蹴りで顔面を攻撃し、360度回転しながら相手の目をくらます。多勢に囲まれた時の妙手である。型は鋳型を守って修練を重ねる。型は修練の根源である。すべて道を極めるには修・破・理ということが言われる。修、すなわち守ること、破ること、離、離れること。守り、破り、離れる過程を通してその道を極めるのである。
修行の第一歩は型を守ることである。修行を積み重ねる中で型は自ずから破れて己のものとなる。己のものとなった型をさらに自ら破り出して初めて理の境地、すべてから離脱した自在の境地に到達することができる。修、波、理は道を極める極意である。空手は動く禅と言われ、武道空手の型の重さはそこにある。次の技は中段打ち受けし、その手を下に手繰り落とし膝で攻撃し、さらに前蹴りを払い打ち込む。突き手の肘関節を熊手打ちして、さらに相手の体を崩す。それぞれの型は一つ一つの技が戦術戦略に応じて組み込まれている。その演武は揺るがすことのできない戦いの時間と空間の動きの中に美しい間の世界を作り上げていく。時間と空間を切る動きと間の統一された美しさは演武する人間の人柄の現れである。人格と武術は一体化して、ここに武道の美を作り上げる。すなわち慶応義塾の空手の精神である。
空手は君子の武術であると船越師範は言い残された。